たの、子供たちの役につきとしては、去年に続いてということで、本当に重ね重ね、御礼申し上げたいと思います。御礼申し上げて。じゃあこれ、改めて。あのチャリティの売り上げはですね、今ここで正式発表しますけど、5万5100円。はい、皆さんから災害には、何回か、もう、会ってる。で、やっと、山形周りの飛行機で帰ってきて、それで、被災者の人たちを、この市のとか、私とか、はい、それに、選手もそうですけど、はい、いやこんなにすごいもんかで初めて体験して、いやああいうことがあるということは、やっぱり、ああ、なるほど、あそこも工事してるのが分かりましたけどね。出てくる水を、そこである程度、止めると。ということと同時に、そこの市長官のところの遊水地なんですけど、はい、そのふるさと産業大使、親善大使みたいな、はい、そういう制度ってこう作れないもんですかね。あ、そうですね。それでご縁のある方は全部親善大使になってもらう。まあ、ギャラは発生しませんけど、ね、そういう人気ですけれども、こうやって野球観戦して、する中で子どもたちの野球人口選手は当三条出身でございますので、今もともとこの地域は燕市と鴨市、それから田上町、まあ今合併